プーミープーミー、プーミーとは、ハンガリー原産の牧羊犬種である。なお、モップ犬の異名を持つプーリーは、これとは別の犬種である。17世紀頃に、プリ、ブリアール、ジャーマンスピッツが自然に根血したものから改良を重ねて犬種化させたものである。また、作出過程で、俊敏さと賢さを増させるために若干テリアタイプの犬の血も加えられた。 原産国では今でも牧羊犬として使役されているが、変わった外見のためにヨーロッパ各国へ輸出されて、ペットや消毒としても飼われるようになった。フシーには1966年に独立犬種として公認された。しかしプーミーは犬種名がよく似たプーリーという犬と混同されることがいまだに多く、あまり爆発的な人気は起こっていない。 プーリーはプーミーの先祖にあたるが、外見やステータスは全く異なっている。色とりどりのプーミー体中の紐がプードルのようにカールしている。その様子を見てコードをかじって感電した犬という愛好家もいる。コートは厚く剛毛で、毛色はホワイトやブラック、ウィートンなど様々な毛色がある。耳は反対耳でオア・マキオ。足はやや長い。 もともと牧羊犬であったため、身体能力が高く運動量も多い。性格は気が強く、見知らない客や犬に対しては警戒心が強いが、好奇心旺盛で遊ぶことが大好きなので、見知らぬ人とでも長時間遊んだり、興味心が湧くとすぐに心を開いて近寄っていくという一面もある。なお、日本では登録頭数が毎年少なく、未登録の年も少なくない。 ありがとうございます。